デールはアメリカ海軍の駆逐艦、ベインブリッジ旧駆逐艦の4番艦。艦名はリチャード・デール大将にちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。デールはバージニア州リッチモンドのウィリアム・アール・トリグ社で、寄港、1900年7月24日に MH ・ウィルソンによって浸水し、1902年10月24日に予備役のままハリー・イー・アーネル大位の指揮下バージニア州。 ノーフォークに牽引された。1903年2月13日に H.I. コーン大員の指揮下収益した。デールは北大西洋艦隊に配属され、第一水雷小艦隊と共に大西洋岸を巡航し、メイン重沖で艦隊捜索訓練に参加。1903年8月17日にはニューヨーク州オイスターベイでセオドアルーズベルト大統領の艦越を受けた。 バッファローに率いられ、第一水雷召艦隊は1903年12月12日にノーフォークを出港、地中海とスエズ運河を経由してアジアステーションに向かった。1904年4月14日にフィリピンのカビテに到着し、デールはフィリピン近海と中国沿岸を巡航、1905年12月5日にカビテで予備役となった。 1907年7月10日に最終駅し、アジア艦隊と共に任務に就いた。デールは日本、中国へ巡航し、小艦隊と共に模擬戦、艦隊演習を行った。またカビ手で、警戒任務につき、郵便物と乗客を輸送した。アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦。すると、デールは1917年6月30日から8月1日まで。 マニラ湾入り口をパトロールし、続いて10月20日にジブラルタルのアメリカ海軍偵察艦隊に加わった。デールは終戦まで地中海東部で警戒及呼び、戦護衛を行った。デールは1918年12月8日にジブラルタルを出港し、1919年1月12日にサウスカロライナ州チャールストンに到着した。その後フィラデルフィアで7月9日に退役し、 1920年1月3日に売却された。ありがとうございます。